パチロード。市場最高値
を更新しまして非常に価値が上がっております。しかも一般的によく聞く18金ですと 75% が金になりまして、残りの 25% は別の鉱物が混ざっているんですね。ですが純金は 99.9% の純度でございますので、非常に純度が高くてその価値は段違いなんです。実際に18金と純金を比較してみると、やっぱり純金の方が山吹色といいますか、色がね濃いですよね。また純金と純プラチナの証として造幣局の限定マークが刻印され、信頼感も格別です。チェーンそのものにも価値がありますから、ペンダントとしてだけではなく、トップを外して純金純プラチナのネックレスとしてもお使いいただけるんです。確かに芯で合わせてチェーンだけつけてもおしゃれですよね。そこで都内にあるジュエリーメーカーのショールームでダイヤモンドのお値段をリサーチ。ちなみに純金純プラチナを使った商品ってありますか？残念ながらこちらにはですね、純金純プラチナを使った商品はちょっと売ってないですね。ちなみにこちらがですね、プラチナ鑑定書付きの 1.2 カラットとなりますと80万円以上です。おー、想像以上ですね。さらに先ほどの鑑定機関で今回のダイヤの価値を伺うと、 1.2 カラットの大粒のダイヤモンドはかなり数が限られていると思います。鑑定書が付いていれば品質に間違いないと思いますし、希少性はかなり高いです。それでは衝撃のお値段の発表。
なんだよ、お前がこう、こんなにあんのこの顔が組んだよ、ばっかり組んだよ。本日分の YouTube。 おいである衣装席親方は、ありがとうございます。また
昇龍を突き起こす。